3番山下信子さん。山下典子です。私の方からはマイナポイントの恩恵をすべての人にということと、コンタクトレンズ購入のために処方箋の発行をという2点でお伺いしたいと思います。マイナンバーカードとマイナポイントについて以下の2点を伺います。1、現在の八丈町のマイナンバーカードの普及率と、普及を促すため町はどのような努力をしているのか伺います。2、障害者や認知症の方がマイナンバーカードにキャッシュレスサービスとの紐付けをするとき、電子マネーなどのキャッシュレスサービスを持っていない場合、ポイントを受け取るにはどうすればよいのか伺います。コンタクトレンズ購入のために処方箋の発行ということで、中高生がコンタクトレンズを作りたいとき、簡単に上京できないので処方箋を発行していただきたいのですが、町立八丈病院では発行していただけません。私立眼科、個人経営の眼科ですね、のない八丈町なのですから、考慮していただきたいと考えますが、町の見解を伺います。以上、よろしくお願いいたします。住民課長。はい、議長。はい、それでは私3番山下議員の、1つ目の質問、マイナポイントの恩恵をということの、ご回答をさせていただきます。まず個人番号カード、通称マイナンバーカードの目的は、国が行政の効率化、利便性の向上、公平公正な社会の実現のための社会基盤を構築することであり、マイナンバーの交付事業は平成28年1月から始まってございます。一つ目の質問についての回答となりますが、八丈町のマイナンバー普及率は7月末現在で 38.6%、 全国平均が 45.9%、 全国の町村平均が 41.5% となっており、町の 38.6% はですね、平均より低い数値となってございます。マイナポイント事業の主な目的は、マイナンバーカードの普及、キャッシュレス決済の浸透等となり、2020年1月1日から第2弾が開始となり、6月30日からはポイント還元の申し込みも始まりました。ご質問にあるマイナポイントを受け取るための条件として、マイナンバーカードが必須となりますが、八丈町ではマイナンバーカードの普及促進のため、町長本人による観光庁連絡会等での推奨活動を実施しているほか、住民課窓口ではスマートフォンに精通せず、マイナポイントの予約や申し込みが困難な方に対して丁寧に設定のお手伝いを実施してございます。2番目の質問の回答となりますが、マイナンバーカードを保有しているがキャッシュレス決済サービスの手段がない方は、障害の有無にかかわらずマイナポイントを紐付けすることはできないとの回答となります。次に、マイナンバーカードの取得に際しては、死体不自由等の場合、委任等による代理申請の制度はございますが、認知症等の疾病で本人の意思が確認できない場合、町職員がお手伝いできないことになっております。高齢者の方も含めて、ご家族所有のスマホ機器でマイナポイントの紐付けが可能な一方、マイナポイントを受け取ることを目的として高齢者の方が新たな決済手段を取得することは、さまざまな考え方があろうかと存じます。町として新たな個別のキャッシュレス決済サービスの選択に関することは、個人に関することでございますので、ご案内することは困難です。また本9月議会の一般会計補正予算において、スマートフォンが対応していない、対応するカードリーダーがない、
方などに対してマイナンバーカードとマイナポイントをより紐付けするシステム機器を向上し計上し窓口でのサービス向上を図ってまいりますので議会の皆様のご理解ご協力をお願いいたします。以上で回答となります。はい、事務長。はい、それでは山下紀子議員のコンタクトレンズ購入のため処方箋の発行をということで質問に回答させていただきます。まず当院での眼科外来について説明させていただきます。先ほどの山本議員と重複するんですが眼科外来月4回年48回の診察をしております。昨年度の患者数ですが年間2560名、1日平均 50.2 名の診察を実施しております。質問の回答ですが説明の通り当院では多くの患者様を診察しており、先ほどの山本議員の回答と重なりますが、これ以上に診察日を増加させるには他の臨時診療等もあり看護師等の配置が厳しい状況であります。したがって現状ではコンタクトレンズの処方箋発行は考えておりません。以上で回答とさせていただきます。なんかね、あの病院事務長そんなあの悲しいこと言わないでもらいたいんですけどね、あのなんかもう人数が多いから切られちゃうってね、あのちょっとかわいそうすぎませんかって思うんです。でコンタクトレンズで言えばね、これコンタクトレンズって高度管理医療機器っていうふうになってるんですけど、こうネットで検索すると必ず眼科医をご眼科医にご相談の上検査処方を受けてお求めくださいって書いてあったり、あと自分に合ったレンズの度数やサイズなどの数値を調べる必要がありますよって書いてあるんですね。でまたあのネットなんかではそのコンタクトレンズの販売に関して処方箋は不要ですっていうところもあるんですね。でなくても買い求めることができるっていうことなんですけど、ただ国民生活センターではコンタクトレンズの購入に処方箋は不要ですが大切な目のトラブルを防ぐためにも眼科で診断を受けた上で購入した方が良いっていうふうに書いてありました。で年間のねその受診者数がもうものすごいのでちょっとそこまで手が回らないっていう回答だと、これからのね学生さんたちはじゃあどうもう全然ダメなのかって本当に悲しくなってしまうと思うんですね。で基本的な問題はじゃあその眼科が月4回あるその4回以上は増やせないっていうところをなんとかね増やすことはできないかっていい方に考えていただきたいっていうことなんです。もうこれだからもうしょうがないよっていうんじゃなくてね、で中高生の悩みは私が若い時っていうかそういう時はメガネっていうのもいじめの対象になったりとかねするようなことがありましたけれども、今の時代っていうのは反対に考えるとこう目が良くてもメガネをかけてちょっとそれはファッション的なものでこう度数が入ってなくても使えるっていうような感じでファッション的な面でメガネを使う方もいらっしゃいますけれども、ただ例えばスポーツでね野球で
やはり眼鏡をかけるよりかは、そのスポーツ用の眼鏡もあると思うんですけど、それよりかはもうコンタクトにして、で、動きをねさっと見極めたいっていう、そういう生徒さんもいらっしゃるわけなんですね。そうすると変な話、もうネットでじゃあ何にも処方箋ないからそれ買っちゃえばいいのかってなるとね、後々もしそれをつけて目の何か何ていうんですか、角膜炎みたいな、そういうような問題が起きた場合にどうにもならなくなってしまったら、だんだん失明 の、 可能性もあるかもしれないし、でこれから の、 未来を担うね、若者たちが安心して目の何ていうんですかね、生活できる、普通に学生生活を送れる、そのアイテムとしてコンタクトレンズっていうのは必要なのかなって考えているところなんですね。なので看護師さんが足りなくてちょっとこれ以上の診察は無理ですっていうのであれば、それをなんとか増やす方向を考えるべきではないかなって思うんですね。で、あとマイナンバーカードの方なんですけど、じゃあ障害を持ってるとか、あと高齢になっちゃってそういう決算手段がなかったら、マイナポイントっていうか、そういう恩恵を受けられないのかっていうところも問題なんじゃないかなって思います。で、マイナポイントっていうのはマイナンバーカードの普及と、あと消費の活性化っていう面でも使われてると思うんですけど、その前にマイナンバーカードの普及率が八丈町は 38.6% っていうのもちょっと衝撃っていう感じがしました。で、なぜ、この数なのかなっていうのを町はもうちょっと考えるべきなのではないか。で、先ほど全国平均は 45.9% っていうことでしたけど、全国の町でのトップっていうのは福井県の池田町っていうんですか、池田町ですかね、 72.9% もうマイナンバーカードが普及しています。それに比べたら本当に半分近くがの普及率なのかなって思いますね。で、マイナンバーカードを、取得するだけでもポイントがつくんですけど、これから健康保険証として使えたり、あと公金の受取口座の登録で全部で最大2万円分のポイントを付与するっていうことなんですけど、まずはこのマイナンバーカードを今月9月末までに取得しないと、このマイナポイントまでに行き着かないんですよね。なのでだいぶこう日にちが迫っているんですが、例えば八丈町ではね、電子決済の手段を持たない人のためにね、例えばポイント分を500円ずつの金券にして、八丈町のすべての商店や小さいところも含めて、そういうところとか、あとカフェとかの飲食店などでも使えるようにすれば、全部の人が、子どもからお年寄りまで全ての人が使える、そういうものに変えるっていうことはどうなのかなって、町でも考えてみませんかって思うんですけど、いかがですか。以上です。住民課長。2番目 の、 質問にご回答を申し上げます。今ですね、9月末までにということですございますが、経産省の方 の、 その、我々がやってるのはマイナンバーで、経産省がやってるのがおっしゃった経済活性化のためのですね、マイナポイントの多分事業費を計上して1兆4000億ですか、でまだ4割ぐらい残っておるということで、
それが9月末が延長になる見込みではないかというふうなことで、ニュースとも載ってございましたが、まだ正式な決定は今現在私どもには降りてございません。で、我々住民会が所管するのはですね、マイナンバーカードの当然交付事業を実施する主管課でございまして、おっしゃるようにですね、我々の調査より高い、おっしゃってたところが町村では新潟県、何と読みするか分からないんですが 85.5% のところもございます。で、マイナポイントではなくてマイナンバーカード自体 の、 普及に対してはですね、河野デジタル大臣も昨日ですか申し上げた通り、マイナポイントとの事業ではですね、紐付きすることは邪道で、運転免許証とかいった形で必ず国民一人一人に必要なカードになるというようなことが王道ではないかというような発言をされてたかと存じますが、そういったことでマイナンバーカードがですね、我々としてはそのマイナポイントのためのマイナンバーカードではなくて、マイナンバーカードはやはり国民一人一人に必要なカードであるというような本当王道の施策で、持っていくことが望ましいことではないのかなと存じます。で、先ほどそのマイナ、ポイントの事業を関連付けた経費の計上というようなことについては、ちょっと私ども自民課所管ではですね、考えてございませんので、よろしくお願いいたします。事務長、はい、じゃあ再質問についてお答えします。先ほど言った、確かにこの患者数、日数も増やせないのかっていうことを考慮するっていうことなんですが、実際12課ですね、1ヶ月でやっております。で、昨年9月に耳鼻科の方を3日間増やした経緯、あと精神科の方もですね、11月から増やしてはございます。ただこの眼科に関しましては、なかなかちょっと増やすっていうことがな、このつく看護師、あとは補助者、大体5名程度がつかないと回らないので、現実としてやはり配置が難しい点がございます。また先ほど議員が言われた通り、中高生にコンタクトっていうと、やはり病気、確かに付け外しとかですね、管理、それがちゃんとできるのかってなると、ちょっとそこも厳しい面があると考えます。で、あと指導さん確認したんですが、眼鏡なら健眼で作れるっていうことなので、中高生でしたら、ファッション的なあれもあると思うんですが、眼鏡を、本文は勉強だと思いますので、眼鏡を推奨していただければと思うんですけども、これは私の試験になりますけどもっていうところになります。以上で回答とさせていただきます。